くださって本当に本当にありがとうございます。名古屋で活動してます、ことのはたなずって言います。よろしくお願いします。名刺もらったか、マーミン、もらいました。今名刺をね配ってもらってて、そこに QR が載ってて、その QR を読み込んでいただくと私たちの SNS がいろいろ出てくるので、あそこに看板も立ってて、あそこの看板の QR コードでも読み込んで、私たちの SNS で見れるので、よかったらね、気になってくれた方、いつもましてと、はじめましてと、皆さん本当にありがとうございます。私たちですね、名古屋で活動してまだ1年も経ってないんですけれども、3月9日、今年のですね3月9日の土曜日に大須のエルフィッツオールというところで私たちのワンマンライブがあります。イエーイ。絶対ソールドアウトしたくて、ソールドアウトもあるから、ソールドアウト目指して頑張ってるので、今日気になってくれて、もしライブハウスも行きたいなって思ってくれた方は、後から物販見てチケット今日持ってきてるので、遊びに来てください。よろしくお願いします。短い時間ですがね、ゆっくり楽しんでいただければなと思います。私たちの大事な曲聴いてください。空白。残酷にも今日も生きてることを
がとうございます。大人ばらしで紅白でした。Thank you.
本当に頭ってここにいるからでした。あっという間にことも当たらず次の曲で最後の曲になるんですけど、次歌う曲は私たちのね、バンド名言葉足らずの中にある言の葉という曲をやります。28日あさってですね、この曲がリリース、そして MV 公開されます。3月9日にはエルフィッツオールでのワンマンも控えております。よかったら最後ね、物販にてお話もできるので、よかったら遊びに来てください。寒い中立ち止まってくださって本当に本当にありがとうございました。それでは最後の曲聴いてください。ことの葉から。